阿部熊急行の昨年度の決算は10億円を超える赤字となりましたコロナ禍で乗客が減ったことに加え地震の復旧費用がかさんだことが要因です株主総会で報告された昨年度の決算によりますと鉄道事業収益は4億3100万円余りと新型コロナや2019年の東日本台風の影響がなかった2018年度の 63程度にとどまりました一方鉄道事業費用は10億5500万円余りとなっていて経常損益は6億1400万円余りの赤字を計上しましたさらに特別損失として3月の地震被害の復旧費9億6000万円を計上し補助金を組み入れても純損失は10億円を超え 2年ぶりの赤字となりましたなお、地震の影響で運休が続いている福島・保原間は、今月27日に運転を再開する予定です。